入りました？はい。僕が始まんない、こっち。ちょっと待ってください。一回切らないとダメなのかな？そうね。見てくれてますかね？あ、そっか。見てくれてますかね？ちょっと待ってね。皆さん、はい、それじゃあ行きますか。はい。1年に1回ですよ。1回ですけどね。はっちゃんずでーす。はっちゃんず、大平です。はい。
かずです。あ、こかずですよろしくお願いします。いや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 、久しぶりですね。久しぶりで、いつ以来だろう。2月いつやりましたっけ。2月は6日ですよね。6日、うん、6日、もうそうですね、かれこれもう30年ぐらい前経ちますねもう1ヶ月以上経ちましたね。経ちましたね、あの時まだね、まあ、いろんなエリアの方見られてね、経験になってるかもしれないけど、はい、まだ北海道札幌は雪深くてね、まだその頃。そうなんですね、もうね、嵐の毎日でしたね。あの日って吹雪いてましたよね。吹雪いてました、もうなんか北海道らしいというか2月のね、なんか変わりやすい天気で、札幌はね、比較的今年は雪少なめだったとは言っても、うん、やっぱり2月はね、雪多かったですよね。ですね。どんな方々が見られてるかわかんないんですけども、皆さんの方も結構ね、暖かいんじゃないですか、今日は。いやもうなんかね、僕Facebook見てるんですけど、東京の方なんてもうね、もう木並みも桜咲いてたりね、春なんでね、北海道はまだまだまだ雪が残っていて、ね、まあ、ちょっと本州とは全くね、違うんですよね。まだね、花どころか、木の実がね、やっとそうです、ね、つぼみかなぐらいなだけども、まあ、それでも結構今日は日も照っていて暖かいのかな。そうで、今日は暖かな一日になりそうですね。ですね、ちょっと誰か来てますね。高津さん、おはようございます。ありがとうございます。今日これからどこ行くんですか、高津さんは。高津さん終わった後どこ行くんですか。知ってますよ。知ってますよ。知ってますよ。まあ、それで今年はね、もう今年というか、もう令和今3年。3年。3月。うん。そう。あ、20日でしたね。あ、ちょっと待って。ええ。ゆきさん。ゆきさん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、映ってるんですか、そちらの方には。あ、こんにちは、よろしくお願いします。桜咲いてるんですか。どこなんだろう、どちらですか。ゆきさんはどちらの方なんだろうか。うん、まあ、本州の方なんだと思うんですけどね。でしょうね。まあ、今北海道も少しずつ道路がね。東京ですって。東京。いいじゃないですかって、東京ね。ね、東京も行きたいですね。なんだろう、しばらく行ってないですね。いつ以来だろう。もう2年前でしたっけ。それこそ2年前でしたっけ。初島さんのライブの時でしたよね。ですよね。その時以来。あ、その後行ってるじゃない。一人で。行ったっけ。行ってた。仕事かなんかのあれで行ったんだね。東京に行ってなかったんですか。ああ、行きましたわ。行きました。それで。ちょっとね、飛行機乗れなくて、そうです、初島さんのライブにちょうど行けたっていう、まあ、ね、飛行機乗れなくてもいいことあったなっていうことがありましたね。そうですね。ね、僕は1回しかないんですよ。東京に行って、一度会って皆さんと、多分東京の皆さんと会ったのも、その時1回きりでしたね。じゃあ、ゆきさんにも会ってんじゃないですか。ゆきさんファンなんですね。その頃いらっしゃったんですかね。もうちょっともうその頃ね、人見知りでね、僕ら人見知りで撮ってるから本当かって話だからなかなかね、早く、まあ、春になって、今東京もなかなかね、こう行けるような状況ではねないけどね。ないけどね、でもね、なんとか行きたいですね。東京行ってね、ビール飲みたいですね。暑いところで ね半端ないけどね、暑いのは。暑いですね。今日はね、特にね、テーマっていうのはないんですけど。いつもないですけどね。ないんです。ただね、春の陽気にちょっとだけ誘われて、まあ、みっちゃんからそろそろやろうかっていうことで、今回はっちゃんズボリューム5、次曲5回目なんですね。5回目なんですけども、次ちょっともう一曲いっちゃいますか。はい、どうします、そろそろ。あ、なんか来てますかね。人見知り同士じゃないですか、じゃあ。あ、そうですか。Pさんとは。あ、人見知り同士どうしますかね。じゃあ、こっそり声かけてください。僕もこっそりかけますのでね。
何の話だっけ、ね、うん、でもやっぱり縁ですからね、縁ですね、いろんなところで多分お会いして、まあ、ね、まあ、ね、これも縁で、八郎さんがいつも言ってるのが、縁が縁にしになってなんてね、よく言ってますけど、ってます、同じ方向をね、見て、僕らは八柴ファンが多いんですけども、うん、八柴さんのことをね、みんなでこう思ってるファン同士がね、なんかこう会った時って、なんかね、一つの共有感みたいなのがあってね、うん、そうね、そうですね、また会った時に初めてでないようなね、うん、そういう親近感もあるから、ですね、まあ、その時をちょっと楽しみにして、それじゃあ、次の行きますか、歌いたいと思うんですけど、はい、ダメです、何やりますか、そうですね、いつもまあ、同じような曲ばかりしてるんですけど、ね、レパートリーが少ないもんで、レパートリー少ないのでね、まあ、まあ、ちょっとこの、ね、始まる前に話があったんですけど、はい、まあ、春なので桜って曲もね、はい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 、リクエスト実は来てたんですよね、そうですね、ところがこの桜ってね、すごい難しい曲で、今ちょっと練習中なので、まあ、もう少し後にですね、改めて桜っていう曲をですね、長谷川さんの歌に負けないように頑張って練習してやりたいと思います。今日はちょっとごめんなさいで、それではちょっと桜が咲く頃に、じゃあ桜咲く頃に間に合うかな、北海道の桜はまだまだまだ先なんでね、その頃に、そうですね、間に合えばいいですけどね、傷つけても会いたい。
ありがとうございました。初挑戦の、そうですね、唇、新曲です。新曲です。僕らにとっては初挑戦の曲で、唇という曲を出させていただきました。カスカスでしたねこれ。ごめん、高いんですよね、キーがね。高いんですよ、橋場さんの曲は高くてですね、うん、裏声、ファルセットがね、うんうん、でその切り替えるところがすごい難しい曲が多くてですね、うん、でもそこが橋場さんの魅力なんですよね。こう彼が歌うとね、セクシーなんですよ。僕が歌うと何なんですかね。セクシーですよ。あ、セクシーでした、はい、あら、今日なんかちょっとあら素敵なんですもの、今日何が違うんですかね。今日なんか素敵ですわ、あなた。いや、実はですね。あなた、素敵よ。前回前回ちょっとご指摘ありましてね。はあはあはあ、ここのスタジオが、はい、自然な光をね、使ってよくこう、調整しながら撮ってるんですが、僕はね、窓側にいるんですよ。うん、で僕はね、なんかスケキヨみたいにこうね、のっぺらとした顔に映るということで、眉毛描きなさいって言うからね。ね、ちょっと眉毛これ眉毛がね、ポンっつった、え、音消してるのに音鳴るって、うん、で眉毛をね、床屋さんに行ってですね、もみあげと眉毛を急遽揃えてきたんですか。揃えてきたんです。ね、キリッとしてるでしょ。なんかちょっと女性ホルモンがたくさん出てるなと思って、なんだろう、こうなんかたけしがこういう、なんかいなかった、たけちゃんマンみたいな感じしない。怒るかちゃんって怒ってるじゃん。見えるかな、でいい、ね、あ、ちょうどいいんじゃない、ちょうどいいね、うん、したらこれだけちょっと取ろうか、うん、うん、ね、あらららら、ら、したらもう一回やろうか、焦げちゃったってことだよ ね、 焦げたね、ダメだよっつってんのかな。ちょっとこれで一回ね、買い溜めしますね。ちょっと上、あ、いいよいいよ、見えちゃったらごめんね、はい、いいですよ、いかがでしょうか。ちょっとこれあとこう左右がね、はい、こういう感じで、まあ、春なんでね、このね、ホワイトボードもちょっとね、コロンとなっちゃいましたけどいいね、いいですね。ですね、はっちゃんズはですね、はい、とりあえず皆さんからリクエストっていうのもね、一応してるもらってるんですが、なんせね、素人の、まあ、親父バンドっていうかね、親父のタックなんでね、うん、少し時間がかかります。鼻出るわ。鼻出る。まあ、歌える曲ならすぐにでもね、歌いたいっていうかね、うん、ほとんどがね、今日もそうなんですけど、思いつき、うん。思いつきで来てるんですよ。なんかね、こう計画して何かをやろうっていうのもあるんだけど、なかなかね、こう平日の仕事を終えた後にね、深夜、階段のところで歌うっていうね。今朝でも朝からやったんでしょ、練習。そうですね、昨日の夜飲みたいビールをこらえて、うん、ちょっと早めに横になっても茶の間でね、うん、軽くこうね、仮眠しようと思ったらね、うちのやつが電気を消してくれたんですよね、うん、気がついたら4時、これいかんちゅうことで、うん、一回ね、こう声出ししようかな、まあ、ギターを片手にやって、朝4時から、朝4時からまあもうね、朝方もあくび、生あくび、うるうるうるってしながらしてやってたんだけど、ここでね、ちょっと何度かリハーサルで声出しして、うん、まあ、やはり朝だから声出ないっていう、僕自身がそんなにね、長谷川さんの声出るってあれじゃないから、うん、まあ、ちょっとお見苦しい点もあるかもしれませんが、とりあえずね、はい、曲感じだったんですけどね。さあ、今何時だろうか、一応、今、うん、今もう11時21分です。ああ、そうですか。21分、あと10分、あと10分、なんか楽しい話ないですかね。悲しい話はいっぱいあるんですよ。悲しいっていうかね、僕がね、ひいきにしてる白熊ラーメンさんがね、今日でお店を閉めて移転になっちゃうんです。今日で、今日なんです。あ、そうなんですか。そうなんです、だから今日はっちゃんつながったら白熊ラーメンもう一発行ってんだけどなんかそれでね、なんだろう、いろいろね、人生っていうのはまっすぐじゃない、決してね、まっすぐじゃないけど、いろいろ紆余曲折しながら、まあ、雨が降ったりねごめんね、うん、僕は喋ればいいんですよね。いや、そうなんです。チューニングしてる時は、ピーさん喋ってるから、ずっとうなずいてたんだけど、コメントいただいててね、はい、ゆきさんが、はい、朝4時から朝練して素晴らしいです。あ、いやいや、いや、もうね、
でもね、こう付け焼き刃みたいな感じになっちゃってるんだけど、でもね、歌が好きでね、結構ね、普段は歌ってるんですけどね、本番にはちょっと弱いっていうことで、ね、何を歌ってるんですか？まあいろいろ、今はこういう時なんで、うん、まあ、雪解け水が川を流れてね、うん、いるか？海に向かって、なんすか？海に向かって、そう、海に向かって流れていく。その曲いきますか？流れていくような曲を。そうですね、人生のね、はい、ようなね、歌ですね。はい、橋場隆さんで、大河という曲を歌いたいと思います。はい、出だしどうだったかな？そっくりかい。こうですね。はい、音狂ってない？ちょっとごめんなさい、一回だけ合わせ、外してね。やっぱ狂ってるわ。せっかく眉毛整えたのに、うん、キーが整ってなかったっていうオチなんです、ね、もう一度ね、はい、ます。抱きながら
ありがとうございました。これも初めての曲ですね。大河という曲をね、やりました。ありがとうございます。この歌はですね、実はこのみっちゃん今、カホン叩いてくれたんですけどね、リハも何もなしで今一発だったんです。そうですね、そういえばね。そうです、リハやりましょうって言ったんだけど、時間に押し込まれてね、今、いきなり合わせたんですけど、まあ、さすがそこは、みっちゃんですね。いや、これがいいんじゃないですか。あ、そうですか、これ。手作り、手作り感。あ、ちょっと待って。はい。みっち、これ、あれじゃない？どうだろう。あれコインたまってる。あれコイン5個たまってる。ビッチ、今日も延長。延長 5枚で5枚で延長。5枚延長なんですか。コイン投げてくれたんですか。ありがとうございます。いや、前回に引き続きどうもありがとう。ありがとうございます。ミッチとね、本当はいろいろポーズを決めてたんですけどね、僕らのポーズはちょっと1回だけやらせてくださいね。やるの。やる、ちょっと1回だけね。本当にどうも、ありがとう、ありがとうございます。質問ありがとうございます。眉毛濃くないですか。もみあげどうですこれ。あ、ダメ、うん、ちょっと髪長くないですか。あ、髪、長すぎじゃないです。長すぎです。あ、ゆきさん、タイガー、拍手いただいてます。ゆきさん、どうもありがとうございます。いや、じゃあ ね、ちょっと時間伸びちゃったというか、ありがたいことなんですけど、実はですね、いろいろ30分の中で話さなくちゃいけないと思ったんで、やめたりしたことがたくさんあるんですけど、本当は今日やった唇ですね、ちょっと新しいメンバーを参加してもらって、新しいメンバーでやる予定だったんですよ。うちに来てるロボットなんですけどね。ロボットってこういうことだよね。そう、こういう方ね、こういう方ね。そのロボットに演奏してもらおうと思ったんですけど、なかなかね、こううまくいかなくて、ちょっとやってみません。あ、ちょっとだけね。ちょっとだけ。ちょっとだけ。本当はこんな感じだったんですよっていうのをね、やりたかったんですけど、内緒ですよ、皆さん。皆さん内緒ね。見てる人だけしか言っちゃダメですよ。そうですね。うん。いろいろね、仕組んで練習をして、これ何日も前から温めて、ミッチとやり取りしながら、音源をね、やり取りしながら作ったじゃない、ロボットさんにね、やってもらったんですけど、ちょっとやってみますね。打ち込みを作ってくれて、これでやろうって、今日本当はね、
唇をこれでやりましょうっていう話だったんですけど、そうなんですよ。何せね、合わない、合わないの、合わない。これね、リズムを切るってね、これやっぱりね、お互いこう息を合わせてね、うん、やってるんだよね。そう、そう、感覚でね、感覚でやってるの。だからね、その間を取って相手の呼吸を読んでミッチも叩いてくれてるんだよね。だからね、これね、ロボットだからね、正確なんですよ。そう、正確すぎてこっちがついていけないっていうだからそういうね、これにすごい時間を要したんですけど、やっぱなかなかね、あーね、ミッチこれは難しいね。これ、うん、これさ、うん、止まっちゃったよ。うん、いやこっちで動いてるから大丈夫だよ。うん、一回閉じれば、上を閉じればね、ちゃんとなると思うんだけど。じゃあ今日ね、はい、せっかくコイン投げていただいたんで、はい、どうしようか。なんかね、なんか普段聞いた、あ、難しい歌がね、本当に多いんですよ、あすわさんの曲って。だから以前やった曲でよろしければ。全然歌詞カードもなんもないんでねミッチどうしよう。したら歌詞を見ないで歌える曲歌えますか。もう毎回毎回同じかもし、同じ、まあ毎回聴いてくれる人もいろいろいるんでね。じゃあミッチ大好きな曲をやります。これ聴いたら分かるよね。Any
ありがとうございました。久しぶりやると歌詞ね、歌詞、俺歌詞出てこなかった。好きな曲なのに、うん、俺この曲知ってるよねみたいに状態じゃない。あそこかと思って、これだと思ったの今。あ、これやったことないよね。ここね、ちょっとこれはちょっとまだ皆さんこれだって、いや言えないから、ね、言えないからね、あれだけど、うん、違う曲があるんですよ、ここに。そう、だから僕の頭の中でこの曲がずっとあったのに違う曲歌い始めたから、あれこっちも間違ってんのかなと思って。でもね、ミッチー、僕はこの曲まだ歌ったことないですよ。ないんだっけ。ないの。なんでかっていうと、まだリリース前だからやめてるんですよ。あー、そうなんだ。そういうのはある。じゃあもしかしたら、うん、新譜に入るかもしれないですね。そう、いや、みんながね、入ってほしいなってちょっとね、うんうん、思ってる曲もね、うん、まあ、日々練習なんかもこれ、いやね、とかね、ねえ、うん、ごめんね、鼻ずーずー言ってね、うん、春ですからね。春ですから。花粉症がね。花粉症？ミッチって花粉症なんですよ。東京にいた時にね、行った時に花粉症になって、なんだっけ、杉花粉。あ、杉の花粉、そうだ、花粉によって違うんだってね、あれね。うん、違うんですよ。僕は多分東京に行っても大丈夫だと思うんです。ところが、僕の今ね、勤めてる食パンの周りにね、白樺がいっぱいあって、白樺って花粉すごいですよ、もうこんな、もうね、こんなんですよ、もう。すごいの、見えるの、もうこんなの。すっごいのもね、してね、花粉症でなかったのに、いつの間にかね、目がね、なんかね、こうね、こんなになってね、で気がついたら僕も花粉症みたいになってんの。だから鼻炎になっちゃって。うわ、これはもうね、辛いよね。鼻ぐすぐす。辛いよね。花粉症辛いよね。気持ち悪いんだよね。あの、うん、白樺の花粉も僕は実は持ってるんですよ。うんうん、それ自慢？僕は持ってる。僕は白樺の花粉も持ってる。僕持ってるんですよ。持ってるんだ。うん、持ってるんですよ。持ってる男、道下君。ちょっと違うでしょ。あ、違う。あのね、うん、だから、帯広ってあるんですよね、うん、東の方に、はい、そこも白樺が結構多くて、うん、5月ぐらいかな、うん、行くとやっぱりこう頭ボーっとなっちゃって、うん、で、そうだからそういう花粉持ってるんですよ。花粉、いや、そうなんだね。最初ね、何かな、なんか蓄膿症みたいな感じなのかなって思った、うん、この辺がなんかぬぬんとこうね、こうね、なんかね、ぬーん、ぼやーんってして、なんとなく熱も出るわけじゃないけど、熱っぽくもなるよね、うん、なんとなくね。皆さん持ってんじゃないですかね、花粉症、エリアによってね、うん、時期も違うしね、そう、辛いよね。うん、そうだよね。今時、うん、厳しい、だから3月の東京は僕行けないから、うん、そちらの方々ね、うん、今厳しいんじゃないですかね、花粉で。そうだよね、うん、いや、なかなかね、やっぱ年、年齢とともに少しずつなんかこう今までなかったものも出て、アレルギーなんてよく言いますよね。女性なんか特に多いんじゃないですかね。柑橘系のものが急にダメになったとか。そうなの。グレープフルーツとか、ね、好きなんだけど食べるとこの辺に発疹が出たりね。アレルギーっていうのはこれ内臓にも全部出る。ああ、出る出る、うん、だからそういうのがあってね、なかなか大変な時期ですね今ね。うんと、ね、年とともにってさっき以前言ったように、うん、10年一昔でさ、うんうん、あの10年前は何でもなかったのにっていうのがあったり、ね、10年前こうだったのに治ったとかさ。そう、10年前ね、何がありましたかね、10年前、え10年、いや、まあ、7年ぐらい前なんですけど、僕10年前、あれ10年前じゃないの、10年愛っていう曲をですね、はい、ちょっと携帯模写していいですか？はい。初芝さんってあの時確かにギター弾かないで、ミッチンとかピアノだよね、うん、で、マイクを持って、うん、マイク、はい、はい、映ってないね。あ、これ映んないからダメかな。放課後、放課後の居室感じですね。ね、そんな感じでしたよね。そうかもしれない。あ、ごめん、ちょっとね、立ち姿がね。そうかもしれない。そうそうそう。
あのね、吉本亮さんとのね、歌でね、もうあの時のこう長谷川さんの膝、はい、放課後の居室あなたを、いや、カメラに目お尻向けちゃったみたいな、カメラにお尻向けちゃったらそれはこんな感じ、長谷川さんあるあるでね、こう膝をね、はい、こうするんですよね、表現力豊かだからしてこう、ふっとこう、ね、はい、それだけの話なんですけどね、うん、マイク返してもらいました、はい、まあ、せっかく今10年前ということで10年来、はい、いいですよ、カホンいけますかね、うん、ちょっと1回だけチューニングさせてくださいね、はい、よし、じゃあ、歌詞間違ったら細かくガン見でいきますね出会った
ましたわ。10年愛。10年愛。何年ぶり？この間も一回ちょこっとだけ、やったかな、ね、うん、ワンフレーズだけ歌ったんですけどね、ミンチと出会った頃だから、6年ぐらい前だったっけ、これ。うんうん、いや、2014年とか。14年とか、その頃だったっけ。この歌とね、あともう一度っていう曲を、そうですね、その2つをついにしてね、やりましたね、やってたんですよね。うん、あら、ゆきさん、ヤマハホール、東京のヤマハホール、あ、ヤマハホールに行かれてたんですか。え、中学生か小学校だった、あ、息子さんと行ったんだ、ヤマハホール行ったの、羨ましいね、そうなんだ、いや、僕らは品川教会のね、行ったの、いや、違います、YouTube 動画また行ったのような、今、感覚でしたよ、そうでした、流れは、吉本亮さんのね、うん、ピアノで歌ってる10年を聴いて、うん、長谷場さんのことをね、うん、あ、すごい人なんだなと思って、うん、まあ、それから、なんだろう、ライブをうちの住みに行ってね、うん、そこで知り合ったんですよね、まあ、前回もお話したんですけど、うん、本当にね、縁っていうのは不思議なもんでね、その時にこう巡り合った仲間が、北海道でね、橋場さんのことをこう応援してしようって、なんかね、一つのなんかこう輪になってさ、こう後ろからこうね、押し上げるようなね、そんなチームができて、それにね、たくさんの、うん、なんだろう、ファンの方もなんか一緒について、そうね、ついてきてくれたっていうか、まあ、応援する気持ちがね、一つになって、まあ、橋場さん、北海道のことをよくね、言われるんですけど、うん、やっぱりね、2014年ですね、うん、その頃に長谷場さんがね、2014年、そうでしたかね、あ、まあ、だから、ずいぶん前だね、ずいぶん前だよね、うん、うん、まあ、そうだもん、そのヤマハホールっていつなんだろう、ヤマハホールっておそらくね、それより前なんだと思うよね、いつですか、行かれたのは、小学生、中学生、お子さんが中小中ってことは、うん、いつなんでしょうね、いつ、うん、あのね、ダイジェストみたいなやつはね、YouTube とかに上がってたような気する。ヤマハホールなのか、とにかく長谷川さんがまだ若い。2012年って。12年 ?12 年。うん、本当にね、まだね、若くてね、なんかバンドでやってたようなイメージがあるんだよね。それは本当に YouTube 動画を見て、戻って見て、ああ、こういう風にやってるんだとか、うん。ヤマハホールって東京ですもんね。東京だよね。うん、うん、やっぱりその頃にね、僕ら出会ってたらどうだろうか、橋場さんとね、うん、僕らが出会った頃はね、ほんと橋場さんね、一人でやってて、あ、そうだ、銀座ヤマハホールって言ったもんね、銀座ヤマハホール、うん、そっかそっか、あ、そっか、銀座ね、ね、おしゃれなとこね、え、行ったことないけど、おしゃれね、おしゃれな、外観がね、なんだろう、行ったの、いや、違うな、その YouTube 動画でね、うん、やってたんだけど、ヤマハホールって確かね、音響施設だからすごいなんかしっかりしたところで、まあそうだよね、うん、あるもんね、こっちで言うとほら、あれ渡辺十一文学館だったっけ、うん、そこでライブやりましたね、うん、最後にね、うん、大きなところで、あそこみたいにこうね、音響がしっかりしてるから、うん、なんかとってもね、いい感じなんですよね。でもね、その橋場さんが今ね、もう2012年って言ってます、うん、今2021年、うん、もう少しで10年だね、10年目、じゃあ10年は歌うんですか、いや、もう10年は歌いましたね、それぐらいね、やっぱりそれ突っ走って、それえ、これいやいやいや、もうぼちぼち、いや、時間も時間なんで、あ、じゃあもうこれ歌えるだろうか、なんか他にもうちょっとノリのいい感じの、ノリのいい曲、ノリのいい曲、ノリのいい曲、いや、俺あと幸せな時間ぐらいしか、突っ張りハイスクールロックンロールとかじゃないですか、生きてることが男のだったそれ違うね、それ違うね、幸せな時間ってどんな歌だったっけ、なんでも、あ、そっか、あ、あ、俺これ、ごめん、カポが違う、ね、
バクチャになった手を引いて、そしていつか二人で歩いてきた道を眺めよう。少し曲がった背中を時間がないですね。はい、今回はこういうのを投げていただいて本当にありがとうございます。また次回もね。そうですね。また4月ですね。4月にまたこれを見つけてやりたいと思います。それまでにね、年度も超えるんで皆さんも健康にもくれぐれも。そうですね。元気にまたお会いしましょう。それでは、はい、はっちゃんず大平とはっちゃんず道下くんでした。はい、バイバーイ。